またチームを作っております。さあ日本代表2連勝に向けて第1クォーター注目のキックオフです。ウィリアムス・ニカが制しまして左から右に攻めていきます。暁ジャパンのスターターに入りましたバジロフテ。イランは昨日の出だし失敗しましたからね、そういう意味ではいましたね、はい、選手一発目から馬場雄大軽やかにスリーポイントを沈めています。抑えたいところなんですけど、はい、1人じゃサイズでは勝てないんでね、みんなでしっかりチップアウトしてループボールしたボールを取りたいですよね。馬場、はい、のレイアップ川村さんこれですね、はい、まあ、本来であればチームスタイルとしてはスリーポイントの寄りが早いんですね、ええ、そうすると井上選手とか他の選手も空いてくると思うので、ね、ああいうのはもうどん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 打っていったわけですね、はい、ショートコーナーからのジャンプジャックジャンパーヤザルルです。失点してしまうと苦しくなっていくので、ショットが入らない時間帯はしっかり我慢してディフェンスからリズムを作っていく。昨日のゲームに関してもやっぱりそういうディフェンスで頑張ってファーストブレイクが出たからリズムが生まれたと思います、ええ、やはりここはサイズがあります。シューティングガード198センチのジャムシディ簡単には止まりません。ああ馬場がまた打ち抜きました。ここまでの8ポイントはいずれもこの馬場雄大から、しかも決まってはいませんけれども、そのコース上手なんで、自分が予期しないタイミングでも出せると思ったら飛んでくるんです、はい、吉井です、うん、今の吉井のショット川村さんいかがでしたか。いいですね、うん、でミスを取れずにね、アタックハンドリングです。長吉、吉井がスクリーンに入ります。比江島入ってきて、これがいかにも比江島選手ドライブでしたね。さすが比江島ステップ。これには一つ仙台のファンが沸きました。さあそして河村のスチール、河村のスチール、持ち前のパンダ預ける馬場だ。馬場の防災ダンクを引き出しました河村勇輝。リズム作ってね、そこで自分でレイアップいけるんですけど、うん、しっかりアシスト出して会場を沸かせるプレーまでつなげる、はい、そして代名詞のこの馬場雄大のボーズ&ダンク、ショットクロックギリギリ打たせました。リバウンド長吉掴んでいます。河村、そして走っている馬場へ届いて、もう一つ、おー、こんなレイアップ、河村さんもう一つ行ったと思いました。7番のデザイン、さあスイッチして河村、ここはサイズミスマッチ、さあ見せるか河村、入ってノールックディッシュパス、吉井入れ替わってのジャンパー、新しくて、ここまで安定したチームの状況になっていると思うんですけど、今ちょっとトーンダウンしてしまってて、はい、全体的にショットは打ててるんですけど決めきれなかったりだとか、ディフェンスリバウンドから河村勇輝選手のこのスローインは本当に味方も注意してないということですが、はい、ここもリッシュパス、そしてキックアウト井上スリー来ました。オープンのスリー、第1クォーター両コーナー、第1クォーター両コーナーから打ち続けた井上ですが決まって26対26。ああいう選手はああいうショット、一本のショットで次つなげてくるんだよね、ここは落ち着いてウィリアムスにかけてさんからなっています。ジャムシディ乗らせたくない日本です。さあ入ってきましたヤザルル、残り5分ぐらいから西田雄大、そして吉井です。昨日に代わって吉井が入っています。日本富樫クロスオーバーで翻弄しながら入っていく、さらに西田のリンガチャック、彼の良さですよね、西田選手のね。リバウンド西田絡む。さあ今度はイラン、ジャムシディショートコーナー、ジャムシディ、ここまではディフェンス通してもによく足が動いた日本ですが、ちょっとこの時間帯足が止まっています。富樫、富樫のスリー連続で敷きました。これが富樫勇樹連続スリー、もう一本前のショットも、いい形で打ててたら、イメージが残ってるんでしょうね。ノーファールでフリースローで、はい、高い位置からここを見ました。馬場のスティール、そしてババー、今日2つ目のダンク、今度はワンハンドでいきました。大きいですね今の2点ね、時間をかけ、富樫がディフェンスにつきます。ヤクチャリスイッチして、ヤクチャリと井上、馬場がディフェンス強度を見せます。ノーファール、そしてウィリアムスニーカーから井上レイアップ。第3クォーター最初の得点は日本です。バジロフテ、ジャムシディ、ジャムシディ、
フェーダーウィングのジャンパーを沈めました。まあ、彼はこのイラン最初の得点、ジャムシディです。馬場が強引に入っていく、バスケットカウント、プレーの強度、ウィリアムスニーカーシュートコンテストに行ってこのスリーは落ちました。8番のヤクチャリです。ドマシオープン、井上来ました、コーナースリー。いいですね、昨日あのゲームクロージングで決めてくれたあのポジションと同じところから決めてくれました、ね。はい、ジャムシリー、ペリメーターからのジャンパー進めています。ヤクチャリに今日はここまで持ち味を出させていません。ここもターンオーバー、そして富樫から走ったババーリバースレイアップ、今また抜いてましたよね。まあ、でもどん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 打っていかないとダメですね、はい、リズム作ってほしいです。ウィリアムスニーカーファール2つ目、富樫とウィリアムスニーカー、長吉と西田が入って、富樫と馬場と、そして井上、馬場です。富樫、西田、富樫動かして、富樫の3、富樫のスリー。今はね、さっきあの両チームに言えますけど、やっぱりチームで活性化しながら、足とボールが止まってるとちょっとやっぱり単調になってしまうんですね。そうですね、やっぱ個人技に頼らざるを得なくなってくるので、それは多分コーチは求めてないと思うんでね。はい、富樫のスリー、わー連続できました。先ほどはキャッチャーのシュートから、そしてここではプルアップからのスリーを、まあ、連続してまた沈めています。なんであの打つべきだと思うし、はい、あそこで無理にアシスト行く必要もないと思うんで。そして日本がここもターンオーバーを誘発、馬場が行くユーロステップから馬場、ディフェンスのエナジーとそこからのトライですよね。第3クォーターが終わった時点でファストブレイクポイントは17対2と日本が圧倒しています。させてくれますね。そうですね、うん、やっぱりあのパスを飛ばせるポイントガードが日本代表には揃っているので、しかしさすがの20ポイント、うん、ただこれを決めるのがババ、はい、これが21ポイント目。彼点数取ってないんですよ、はい、そして1本しかシュート打ってないんですよ、だけどこうなんかワクワクしますね。そうですね、はい、ぜひ横浜 B コルのゲームにも新シーズン足を運んでください。そうですね、長吉フックショット、今度は決まりました。いいですね、うん、やっぱこうやってトライし続ければ必ず決め切る力が彼ら持ってるんでね、やめないことですね。さあ、そしてここもまた河村が行きます。ダブルチーム気味、日本仕掛けて取り返す、アソーバーンズイランボール。ただその前に河村の足に手がかかったじゃないかという日本からのアピールですが、素晴らしい、ずっとスティール狙ってるもんな。リバウンド長吉、さあ残り2分半、河村のパフォーマンスをさらに残り時間堪能しましょう。河村、吉井スクリーンから長吉、オープンでのスリー、ナイスでライトする形でスリーを決め切りました。75対59、さらに日本が突き放します。こういうショット決め切るとね、やっぱ気分も良くなりますし、あの自信にもつながりますし、はい、いいですね。その前のゴール下のショットもそうですし、今のスリーポイントもそうですし、富樫がついていきます。富樫、河村がついていきました。河村の、ここも河村のスティールになりますかね。手が出ますね、今のでもう4スティールかな。そうですね、今ので4スティール目ですね、はい、リバウンド、チェンバーサーキ、彼のリズムですからね、今のもね。今度は河村勇輝のスリー。さあ残り1分を切りました。オープンの吉井、長吉がよく見ていました。岸本です。河村、この辺りも見てるでしょうか。さあ岸本、今もう完全にデザインされたのは岸本選手のために、まあやっぱりあの誰か一人では勝てないと思うんでね、あの日替わりでね。岸本、さあどうだ、はい、ただやっぱりその岸本に取らせようというのは見て取れましたね。そうですね、
イランのギルグリアンのリバースレイアップが決まったところで試合終了、80対58。まあ、昨日は第4クォーター接戦になりましたが、今日は第3クォーターからリードを広げて日本が余裕を持ってイランを下しました。